はい、皆さんお疲れ様でございます。今日はあの私自分のしているマスクの話から、あのこれあの神奈川県連が独自にお作りいただいたそうで、あのそれを青柳さんからいただきました。ちょっと多分あの地方に出張行けるようになっても新幹線の中でつけとくのはどうかなと思いますが、せっかくいいものを作っていただいたので今日はつけさせていただいております。実はあの今地方に行けないということもありまして、総支部長の皆さん、元職、前職、そして新人の皆さんと順次、ズーム会議を使ってですね、人数絞って、双方向で何度もやり取りできるような数で、懇談を始めたところでございます。現職の皆さんも大変制約が多い中で、それぞれ地元活動ご奮闘ご努力いただいていると思いますが、特に、総支部長の皆さんは厳しい状況の中で頑張っていただいています。しっかりとそうした皆さんの努力が報われるような状況を国会の活動を通じて作っていかなければならないと改めて意を強くしているところでございます。感染者の数が減ってきている、そして関西など緊急事態宣言の解除というような話も出てきておりますが、やはりここはあの大変重要な局面だろうというふうに思います。リバウンドをしてですね、再び感染者が増えるというような状況で、また医療の現場などが逼迫するとか、あるいはさらに厳しく、飲食店はじめとしてですね、営業短縮やあるいはさまざまな自粛をお願いをして事業の継続が困難になるというようなことは二度と繰り返してはいけないという状況の中にあるというふうに思っております。政府にも慎重な分析と判断をお願いをしていかなければならないと思っていますし、我々としてもあのしっかりと情報を集めて現場の声も聞きながら進めていきたいというふうに思っております。国会の方は予算委員会あるいは予算関連法案の審議が進んでおります。総理経験の先輩方から若手の皆さんまでそれぞれ、持ち味を出して国会審議に臨んできていただいているというふうに思っていますが、その中でやはり、総務省をめぐる問題というものは当初言われていた以上に深刻な状況になっております。明日は山田広報官が国会に出てこざるを得ないという状況になったという報告も受けております。一つには菅総理のご長男が当事者ということで、忖度といいますか配慮といいますか、そうしたものが及んでいたのではないかという問題、そしてもう一つはそのことにかかわらず、これだけのずるずるの関係が、大規模に行われていたという、情報通信政策の公平性そのものが問われる状況になっているというふうに思っています。デジタル化というのが菅政権の看板として掲げられていたことの一つであります。デジタル化の一要素でもあるというふうに思います。こうした分野での公平性が確保されていないということについては、感染症対応と並んでやはり深刻な事態として国対そして現場の質問頑張っていただいておりますが、さらに厳しい姿勢で臨んでやっていきたいというふうに思っておりますので、皆さんのご協力どうぞよろしくお願いいたします。